平成27年台風第15号は2015年8月15日に発生した台風。進路図8月12日に発生した熱帯上乱が次第に発達し、14日には合同台風警報センターが熱帯低気圧番号 16W を割り当てた。16W は15日3時にマリアナ諸島の北緯13度、統計148.2度で台風となり、アジア名。 こうにと命名された。なお、同時刻に15号の東方で16号が発生している。当初、中心気圧線ヘクトパスカル程度であった台風は、日本の南の海上を精神しながら、次第に勢力を増し、16日15時からの24時間で、中心気圧を45ヘクトパスカル低下させて935ヘクトパスカルの勢力となり、18日午前に、 フィリピンの監視領域に達したため、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名異年と命名された。フィリピン海を精神した台風は、非常に強い勢力を維持したまま20日に、ルソン島へと接近。21日夜には、フィリピンの東の海上で一時停滞したが、その後進路を北寄りに変えて22日には、沖縄の南海上を進み、先島諸島に接近。 23日には、雲の形がやや崩れ、強い勢力に弱まったが、24日には東、シナ海上で再発達、目がはっきりとした、勢力の非常に強い状態になり、19時頃、目は、り表東上空を通過したものとみられる。23日夜には、石垣島で、最大瞬間風速の記録を更新した。 南西諸島各島を暴風域に巻き込みながら東、シナ海を北東に進み25日の4時過ぎに鹿児島県薬根市付近を通過し25日5時過ぎに熊本県宇城市付近を通過し6時過ぎに道県荒尾市付近に上陸したその後も九州や中国、四国の一部などを暴風域に巻き込みながら九州北部を縦断し25日昼前に 日本海へ抜けた。その後21時にに、北緯36.5度、東計132.3度で、温帯低気圧に変わった。台風の接近に備えて19日朝には、各政府機関が対応を開始、台風の接近した20日夕方には、ルソン島北部に位置するカガヤン州のバブヤン諸島や、バタネス州のバタン諸島などに、シグナル3、 カガヤン州の他の地域とイサベラ州北部、カリンガ州、アパヤオ州、アブラ州、イロコスのルテ州に、シグナル2、イサベラ州の他の地域とアウロラ州北部、キリノ州、ヌエバイシハ州、イフガオ州、マウンテン州、レンゲット州、ラウニオン州、イロコスする州に、シグナル1の暴風雨警報が発令された。9月5日までの集計で、 洪水129カ所と河川の小支流25カ所、治水施設への被害15カ所、地滑り崖崩れ13カ所、建造物の損壊10カ所などのほか、死者33名、負傷者24名、行方不明7名、家屋の損壊5742棟が確認されており、約31万8000人が避難した。なお、九月五日時点で判明している被害額は、 インフラや農業、水産業などで約41億フィリピンペソとなっている。20日午後に中央気象局が台湾南東の海域とバー海峡を対象として海上台風警報を発令した20日以降、沖縄本島と離島との間を結ぶ船便が欠航、複数の航空便も欠航した。先島諸島に接近した23日、21時16分に石垣市との城で、 南南西の風71.0メートルを観測し、これまでの最大瞬間風速の記録を更新した。また、25日には、熊本県の熊本城で、旧細川行部邸の長兵が約70メートルに、渡って大きく倒壊した。三重県から、熊本県までの7県で、約24万5千人に避難指示、約52万8千人に避難勧告が出された。 なお確認されている被害は、死者1名、重軽傷者147名、家屋の前半壊140棟、一部破損3555棟、床上、床下浸水397棟、非住家の被害1406棟。また、農林水産関係への被害額は9月4日15時までの集計で約67億円となっている。 支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがある。降水量については8月22日0時から26日24時までのアメダス観測値。 台風から遠く離れた三重県や奈良県などで大雨となり、三重県の宮川や大瀬では24時間降水量が500ミリを超えた。風は台風の震度に近い九州、沖縄で強くなり、最大瞬間風速の上位10位まではすべて沖縄県で観測された。ありがとうございます。